昇進できないし収入も増えない。このままでは何も成長しないまま40代になり、一生結婚できないという可能性も見えてくる。ブラックワールド。私の名前は小杉、30代の独身男性だ。うふん、結婚なんてバカバカしいことしてられません。私は趣味にお金を当てることで充足感を得られているのですから。結婚なんてどうせ女の尻に敷かれてこき使われて、疲れているのに家事育児、そんな地獄を自ら味わうなんて嫌だ、そう思っていた。しかし。あなた結婚したんですか？そうなんだよ、悪いな小杉。ほら俺たちももう30だろ、いつまでも独り身だとな。それじゃあ週末のボードゲームカフェは？ああごめん、週末は妻とハネムーンの話をしに旅行代理店へ。お前も早くいい人捕まえろよ。悔しい。いや悔しくないと思いたいが、これは悔しいと思ってしまう。熊本は私のボードゲーム仲間、そんな熊本がいつの間にか結婚だなんて。気がつけば私の周りは20代の頃に比べどんどん結婚している人間が増えていった。そうか、独身でもいいと思っていたが、このままでは遊び相手がいなくなってしまうんだ。これはまずい、すぐに結婚しなくては。私はそう思い結婚相談所へ向かった。共働き可能で20代、身長は150センチ前後で、ルックススタイルともによく。ええ、紳士でイケメンの私にふさわしい伴侶を見つけてください。すいません、条件をもう少し広くしていただいても。ああ、どうしてですか？恐れながら小杉様の年齢ですと、もっと稼いでらっしゃる方が多く、女性側から求められるものも大きくなっていきます。もっと小杉様が収入を多くされるか、条件を広げていただければ、こちらとしてご紹介できる方はいるんですが。なんということでしょう、年収が低くて結婚できない、そんなことがあっていいんですか？納得がいかなかった私は担当に怒鳴ってしまった。ふざけるな、それでも探すのがプロってもんでしょうが、プロ根性見せてくださいよ。怒鳴った結果、私はお店からつまみ出され出禁を言い渡された。その後も他の相談所を利用したが、どこも紹介してくれなかった。くそ、低所得者は結婚すらするなと言うんですか？それなら出世をして収入を増やしてやる、そう思い私は仕事を頑張った。しかし、すでに知っている者もいると思うが、来月からミキ君が女性初の課長となる。みんな、ミキ君の指示を聞くように。頑張ります、よろしくお願いします。なあ、どうして？あれだけ仕事を頑張ったのに、女などに狙っているポストを奪われなきゃならないんですか？上司、どうして私を課長にしてくれなかったのです？私も頑張っていましたよね。ああ、小杉か。お前、ちょっと最近たるんでるぞ。20代の頃はちょっとしたミス、可愛いもんだと思ってたがな。30過ぎてもあんなミスを犯してるようじゃ、社会人としてダメだぞ、お前。絶句だった。そうか、20代と同じようなミスは、30代になったらしてはいけないんだ。私は20代の頃から何も成長していないということか。昇進できないし収入も増えない。このままでは何も成長しないまま40代になり、一生結婚できないという可能性も見えてくる。嫌だ、周りが結婚しているのに自分だけ独身は嫌だ。私は焦って何とか人生逆転しようとした。その結果、副業をすることにした。ふん、昇進させてもらえないなら副業で稼いでやりますよ。これだけやる気が満ち溢れているんですから、副業をしたらきっとすんごいスピードで稼げるはずです。私はそう思い、すぐに手軽な副業を探した。そして見つけたのが、ある人物から物を購入し、それを他の人に売るというビジネスだった。ほうほう、大量に売れればマージンも手に入るんですか、これは素晴らしいですね。
私はすぐにその副業を始めた。が、1ヶ月でこれは詐欺だということに気がついた。しまった。そもそも初回契約料50万円っていうのが怪しすぎだ。商品を購入しても一向に売れないし、在庫が増えるばかり。なけなしの貯金もなくなってしまった。とぼとぼと帰っていると、私の目の前をとても眩しい光景が横切っていった。あいつは山口？ブスでモテない冴えない山口だったのに、あいつ女性と一緒に歩いてやがる。決して可愛いとは言えない女性だが、それでも二人は幸せそうだった。しかも二人の間には小さな子供まで。私は声をかけられず、ただ通り過ぎるのを待つことしかできなかった。どこで差がついたんだ。山口は私と同じくモテない側の人間だったはずだ。そんなあいつまで結婚しているのに、私は山口にまで負けたという嫉妬から私の行動力が爆発した。そうだ、きっと持っているものが足りないんだ。私は結婚するためにはまず家や車が必要だと思った。モテている男は家や車など物的資産がある。これさえあれば私でもモテるはず。天才的な発想、さすが私と思っていたが、現実はそこまで甘くはなかった。現在の年収と資産ですと、この家なら紹介できますが。なんですかこれは。まるで60代のおじいさんが住むような、ほぼ廃墟じゃないですか。この資産ではこれくらいの家が限界ですよ。お気に召さないのであれば、うちではもう紹介できる物件はありません。そんな。他の不動産でも確認してみたが、どこも似たような物件ばかり。貧乏人には家を売るなということですか。くー、まだです。車ならきっと家ほどお金はかからない。いい車を手に入れて女性にモテモテにと思ったのだが、こちらも想像とは違い。今ですとこちらの車ですかね。これ中古車ですよね。こんなものに乗れって。いやいや、中古車でもまだまだ動きますから。私はもっと新車でキラキラしたものに乗りたいんです。こんなかっこ悪い中古車は嫌です。そうおっしゃられてもローンが組めないでしょう、新車は。どうするんですか、買いますか買いませんか。結局私は家も車も買うことができなかった。副業は失敗したし、結局出世も全くできていない。外に出ると昔の友人たちが家族で楽しそうに出かけている姿をよく見るようになった。私はどうしてあちら側に行けなかったんだ。そうだ、私が20代の頃からちゃんと恋愛をしておけば。いや、それとも趣味にお金を使いすぎたのか、それとも仕事を熱心にやってこなかったから。どれだ、どこで間違えたんだ。何を考えても今更やり直すことなんてできない。私はこのまま結婚もできず40代になるしかないのだろうか。どうしてこんなことに。私の人生どうなってしまうんだ。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。